皆さん、どうもよろしく、楽しいドラゴンの TT です。では本日は妖怪ウォッチプラプラやっていきましょう。今回の内容はプラプラの方で追加された三つ股マークのうち5つ集めるまで終われませんということで、やっていこう。悟空国技館、両国国技館の喉どこって言ってたっけ両国国技館のとこないなって思ったけど、どこかまでは分かってないって落ちよな。もう100やで、100。大きな明かりが怪しい。大きな明かり。こういうやつ？ああいうの？違うな。大きな明かりってどれやねん。どこですかね。はぁってなってる。大きな明かり。明かりよな。大きな明かりやから、こういう明かりじゃないと思うんだ。はぁってなってる。だいぶ。いないな。いないな。ってか、ないな。大きな明かりとは。いまいちわからないでござる。あ、あれじゃね？ちゃうわ。あ、この奥まで入れるんや。あ、それ初めて知った。ああ、なんか言ってもらった。あ、中入れたんや。へえ、初耳。初耳すぎて。初耳すぎて、マジやばい。やばいの落ちてる。大玉爆弾おにぎり。やば！初めて入ってきた。いや、こんなん気づかんて。大きな明かり。こういうの？どういうの？もしや、これか？確かに大きいけど。もしや。この中、初めて入ってきたから、ちょっと話しかけていっていい？うん。どうだ、私のヒーローにふさわしい立派な相撲場だとは思うか。横綱ミッチーにファンが押し寄せてしまうな。はっはっはっは。ミッチーよ。落ち着けよ。ウィスパーリアン、未来の。この世、洋国国技館といえば、洋馬界最大の相撲場なんだよ、ウィス。おんくしみを作られたと言われる歴史ある相撲場、エンマ様の時代にハイパーリニューアルしたんです。実は私もエンマ様にお仕えしていた頃、リニューアルに関わっていったんですよ。えへん。うん。うん。妖魔界復興のために大相撲をやると、エンマも面白いこと言い出すじゃねえか。いや、俺様は感染専門で、暑苦しいバテラごめんだぜ。ジバニャン。どこまで行ってもジバニャンだった。どんな姿になろうとジバニャンはジバニャン、ジバニャンだった。いや、言えてねえんかい。ルフーやっぱ伝説の大横綱オフ参加なのか。ルフフフもしかしたらと思ってきたんだが残念だ。あ、そんなあんのやばくねなら、大相撲。
3人いる。僕たちがエンマ様のアゴを手に入れたら、エンマ様も一緒に踊ってくれるでしょうか。さあ、イエーイ、イエーイ、盛り上がってるかい。みんなにどんどん探してドスクープをバンバン集めようぜ。エンマ様ってのを守る前に、ね、私たちももっと会場を盛り上げなきゃ。あなたも一緒に踊りましょう。誰が踊るか。誰が踊るかね、まあ。やば、広いなぁ。あ、でもここ、こっちには行けない、行けないと、オッケー。なるほど、通路やもんな。行けて当然か。あ、ここもあるやん。やば。広すぎやろ。お、へぇ、懐かしい。ヨマカイも昔は相撲が盛んだったやな。なあ、ドキツ。俺も大相撲に出てみたらどうだ。俺ともよく相撲を取ってただろう。取ってただろう。お前確か大関くらいだったか。いや、大関なの。マジで。相撲観戦など久しぶりですね。我ら俺族でもよくやったものですが。四天王寺様。四天王寺様こそ姫様を一緒に出られては。手続きならば私が済ませておきますので。いやー、広すぎてやべえ。あれ、稲葉がいた。チワッチー、来ちゃいました。行きましたよ。妖怪大相撲に実用するんですよね。いや、ここにたどり着くのにも苦労しました。様々な苦難が私たちを待ち受けていたんです。しかし、私たちを宇宙人スモーラムを導きで、この決戦のステージへたどり着いたのであった。サミアさん、世界を守れて、悪の相撲隊を、ダークロムズラウ、楽しもうです。いやー、世界観に入りすぎた。に。じゃあ、稲穂は、あ、言ってるけど、本当は特に何の苦労もなくたどり着いたのに、袋がいつかのお詫びにって言って、ここまで案内してくれたのに。盛りすぎ。盛りすぎやからな、稲穂が。やば。いや、ここで降りか。全然今まで気づかなかった。ああ、せっかく来た。やばいなー。俺のこの空木。てか、それよりもや。それよりもや。今大事な馬。何書いた。あーい。ジェンデスの土俵周りの穴には近づかないようにご注意くださいね。取り組みに興奮して飛び込んじゃう方がいるんですよね。マジかよ。取り上げるの結構大変なんですよね。まあ、ここら辺で見てる妖怪たちは、落ちてしまう可能性はあるってことだよね。お、あんなとこにいた。行かれんのかな。あ、それ行かれんか。やばいなぁ。こういうところなんかな。やばい、わからん。白すぎてやべえって待って。やば。これよね、大きな明かりが怪しい。確かに大きい、あ、なんかあった。あ、なんかあった。一つ星来い、よしって言うた。もうちょっと会ってくれていいんやで。もうちょっと、二、三個出てきてくれていいんやでっていう話。いやー、わからんわ。ミッチー、どこに書いたん？いやー、どこマジでわからんねんけど、ほんま。やばいって。お、このとこに見た面たちがいる。そうじゃないよ。エンマ様の悪がもらえるなんて信じられないよ。そうじゃないよ。興奮してやるもんにやられないよ。鼻毛出てないよ。
出てないよ。いや、言ってる前か。いや、出てるやろ、それ。いや、これ出てるやろ。いや、笑ってもう、俺。お。ええー。袋がいる。あ、ふみさん、すみませんが、この付き合い立ち入り禁止です。私は、カイラ様から脱毛を命じられておりまして、もう忙しくて目が回りそうです。というか、ステンドウチ様と、ダオキツもこの4日間に来ているの、いるのでしょうか。さっきやったよ。さっき会いましたよって。お、なんかあるやん。やば。ありがたーい、カンポ。いやー、それよりも、一つ星コインとか、スペシャルコインの方がありがたいかなーなんて、思う。いや、ないやんか。大きな明かりが怪しいとか言いつつなんもないやんか。どこにあんの？わからんわ。見たろも。受付近く？マジで？全然ちゃうんかよ。いや、おい、そこよ。いや、受付近くって乗ってるんやけど、冬にゃんいるとこって、え、どこ冬にゃんなんていたっけ？冬にゃんいましたっけ？あ、バーバーンがいる。バーバーン？バーバーン？何を食べたってすぐひもじいって言うんだろ？バーバーン。無駄なこと言ってないで早く席に戻るよ。ひもじい。なあ。取り組みを見るか、ご飯を食べるか、どっちにするか悩むの。ひもじいよ。こっちじゃなかったっぽいな。え、冬にゃん、なんて、いたっけ。記憶にございません。記憶にございませんっていうね、お話です。冬にゃん、あ、痛い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 、こっか。あ、あった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 、見えた。いや、わからんわからん。直視したい、しないとわからん。優しく照らす灯籠に注意。さて、あとは、何ですかね。いやー、焦ったわ、今。こんなとこにあったんかい、君。両国国技館のどんよりした場所の近く。ま、どんより。どんよりーぬのあたりやね。ジュボーン。ないっすけどね。あたりやから、このあたり。一体。違うのか？は？え、この辺りちゃうの？は？え？は？あ、なんかあった、なんかあったぞ。いや、そこかい、そこなんかい。ゲッチュです。このマーカーありがとうございます。スモークツモオープン食日中。なんか捨てきたな。旅の銀のこけし。で、両国国技館の大きな柱が怪しいですよと。大きな柱。大きな柱とは。とはってなってる。こういうやつ。これ以上に大きいとこ中にあるんかな。ちょっと見ていこう。見に行こう。中に。いやー、まさか感染できると思ってなかった。
いや、感染のできるところに入れると思ってなかったから。で、大きな柱のところ。いや、どんだけある思うとんねん。柱よ。いや、柱よ、ほんま。右って乗ってた。どこやねん。右とは乗っていたが。右とは乗っていたがどこなんですかっていうね、話。あ、今あった。見えた。これか。おぉ。ミチゲット。よし、ミツバタマーカーありがとうございます。柱の鍵からドスコイビッチ。ヨーグルトいらんのよ、それ。ミツバタマーク。来たね。で、両国技館の土俵がよく見える壁際。壁際？壁際だと。どっちやろ？見える壁際。よく見えるってことは嫌がられる。最前列ってことかな。どうなんやろな。よく見えるやろ。そうなのな。ここでもなぁ。あれ誰？いや、マジで誰じゃなかった。知らん妖怪バカにや、土の子だらけ。今初めて見えたわ。どこやねん、マジで。わからんわ、こんなん。は？百行に、土俵がよく見える壁際。よく見える壁際。最前列かなと思ったけど、壁際だ。壁際なのよな。わからん、まずいわからん。中央。中央。は？はだわ、お前。どっからいける、これ。あ、ここ中央だね。中央の、十字路？ああ！ここな？この辺りってことは、つまり。わかりにく。じゃ、ないやん。いや、ないやん。左側かなと思って。は？あ、あった！見えた見えた。うん。道ゲット！こんなところだったか。お一番を見届けたい道！さあ、どうなる道！みたいな。授業が入る可能性。そこで漏れ出し！来るのか！
みたいな。そう、みたいなことを。ああ、行き過ぎた。言うのかな。105、さくらニュータウンの可愛らしいお家の中が怪しいですよ。さくらニュータウン。さくらニュータウン。可愛らしいお家ってどこ？いや、可愛らしいお家。は？そんなとこあったっけ？可愛らしいお家。え？うち、お、お家ってなってる。可愛らしいお家。ふわっとしすぎてて、どっかわからんけど、ふみちゃん。の家。ここ入れるよね。どっかある？いや、けど前見たよな、こんなか。トイレ。トイレやってどうしたやつ。あ、なんかと、え？ちょっと待って。いや、どこにやっとんねん、ほんま。愛の三つ股マークです。こんなとこあったんや。全然気づかなかった、前。